この間買った多分キャセリーニ、キャセリーニのキャップとゾゾで買ったヤスヤの&ミーっていうところのワンピースを着ております。パッドは頼らなかったので普通にパッド付きキャミを着てもうパッド抜いております。ダダは今日はもう一段とタオパウパイでございますね。で、この T シャツはどっかの古着屋さん、全然覚えてないわ。でパンツはよく履いてるディッキーズの古着屋さんで買ったパンツです。そんな感じで今日は私の実家に今日明日お泊りで行ってきたいのでその Vlog を撮っていきたいと思います。いやもう息子は待ちくたびれて申し訳ないので、あの巻きでいきたいと思います。待ちすぎておこ入ってるから汗っていうこと。何のオフとかと思ったらまさかの扇風機、私汗かきなんでありがとう。よいしょ。え、どうしたん、こけたん、どこで、かさぶたかいたん、かさぶたかいちゃった、こっちゃ。まずはコンビニ、ひどい、ドミヤ。ダダはこのコロッケパン、息子はこれ、お腹減ったらステックパン、おにぎり、あとは粗挽きフランク、やっぱ温めいる、温めいる、あとはコーヒー、エル、いただきます。観光いくらでもありそうやな、この辺でさ。そうやな、この辺といえばそうめん、晩ご飯おそばを6時ぐらいに予約してくれてるのでそれまであのご飯行こうかっつって麺食べたいけな。そっか、なんかピザとかパスタ食いたい気分やってるけど、やっぱせっかくやからそうめん食いたいな、まあ、軽く夜ご飯すぐやから、まあ、軽く食べようかなということでそうめん行きたいと思います。息子と一緒に行けなさそうな店やな。そやな、いつもはさ子供行けそうなとこしか選ばれへんから、ぬるない風、送風にしてる、大体冷房かけんか、サーメン体冷えるやん、ええわな、ホットのそうめん食べたいやん、嫁、うん、冷たいの、これでもビール飲みたいから帰る運転してやかましい、ビール一番飲めへんやろ、ミッション持ってないし、練習しな、練習しないと無理やん、練習する気ない、だって怖いもん、フォークして怖いもん、慣れへんことはせん方がいい、運転うまい人だけやったやん、運転手向きやん、誰がやねん、酒飲みへんし誰がや、友達全員に思われてるよ。フェスとかクラブ行って着物まで行けたり、全然行ける、普通にかき氷食べたいし、そこまで暑ない、でもな、暖房するかマックスにしてシャワー使いてからかき氷食う、温暖化ガンガン暖房グワーやってほんでからそうめん食う、めっちゃうまいんじゃん、結局店店内冷房すごすぎてそれでも冷えねん、乳麺食いたがんねやろ、そうで、お冷や飲むやんか、うん、あかん、もうあったかいの食べたいってな、俺だからいつもあったかいお茶飲むね、あそれいいな、はい、パッカ飲まされるからな、飲食店行ったら、違うな、あれいらんよな、常に冷えてるやつに氷入れてるからさ、もうキンキンというか、そうやな、冷たすぎてびっくりすんもんからな、常温水でええねん、え、同じくちょっと冷たいな、ちょっと冷たいな、あの冷蔵庫から出したぐらいの氷はマジでいらん、もう進めへんあれ、うん、進めへん、うん、飲んでる気せんやもん、ほんまに喉乾いてるときはあれめっちゃうまいね、けど後から後悔する、すごいノスタルジック、さっきのお店こっちにあった、あ、イボガワやこれ、そうやろ、うん、めっちゃ旅行気分やねんけど、晴れてたらもっとやろな、いいよ、嵐山の雰囲気がいい、小旅行来たって感じ、うん、この辺すごい、え、この辺一回正月来て全部閉まってたとこじゃない、すごい、え、なんか美味しそうなパン屋さんもある、めっちゃいい雰囲気、一瞬で終わった、いや、すごい雰囲気良い、え、ミシュランガイド2016、名物も美味しそう、普通に楽しみ、楽しみや、いろいろ種類もあるよ、うん、全然あるやん、全然お好きな、いいよ、ありがとうございます、コール最高やん、あ、ツヤツヤやな、やっぱそうなんですね、いやでも名物も食べてみたかったからさ、うん、絶対美味しいやん、ちょっとちょうだいやん、ペロッといけるやろ、二束なんか、と醤油とか見に行こうかなと思って、そう、意外とね、回るとこ結構あったガッツリマップもらったの、こんな回るとこあるから、あ、待って、好きそう、ちょっと行ってみよう、うん、醤油とそうめんって水きれいってことかな、ええとこやな、うん、ええとこやな、赤トンボ、赤トンボやろ、え、赤トンボの歌を作った人がここ出身、そう、家行けるらしい、 YouTube アプリミュージックあるじゃん、え、ないんじゃん、一本あるあるある、めっちゃあるやん、ナイス、近いし、また戻さない、濡れると思う、ここ
雰囲気出てるかも。ポジティブ足りてる。めっちゃ登らなあかんよ。合ってる？ん？地図もう一回見る？見てわかる？え？やめてん。やめてるやろ。ほんまにこれ何百年前をみんな使ってたんやと思ったけど、テンション上がんないけど。うん。目つぶって想像する。そのくせ大河ドラマとか全然見えへんな。いや、難しい。難しいんだやろ。失礼します。失礼します。あ、倒るんじゃん、こういうとこ。うん、何？なんか傘の中入ってる。何多いの？傘の中入ってた。すごい、東丸醤油の看板見てた。きつね、たぬきのやつじゃん、東丸。東丸。あ、すごい。行ってみる、ここ。ここすごいな。ちょっとがっつり雨降ってきたんですけど。石畳で。お前醤油売ってる感じで、そうめんの店主に教えていただいた大正ロマン館が来てみました。うん、ベロって何？あ、これ有名や。これ有名やで。白だしはあんま見たことないかもしれん。あ、これさ、卵かけご飯の専門店で見たことある。あ、これ行こう。今醤油、これ使いやすい。今行ってみようか。こうや。あ、これ買って帰る？そうしよう、ワンちゃんに。いや、見てもらってるから。国産さつまいもだけで作る。こっちもあんで、スティックタイプ。こっちもよくかむし、あ、硬いのあかんのかな、あんまり。あ、うん、ありがとうございます。まあでも、こっち系でちょっぴり贅沢系ちゃん上等やろ、これ。特急で2200円って、そんな買われへんやんな。一個買うて、ちょっと食べさせてあげて。いやらしい感じで行こう。結構買いました。結構買いました。あの、ダダのお父さんとかお母さんにも買った。カラメルが少女とかに逆さにしてやった。美味しい系？美味しい系って感じ。あ、片目やん、これ。好きや、これ。え、醤油の匂いする？あ、これみたらし系やわ。みたらし醤油やわ。あ、ほんまや、いい匂いする。スギちゃんみたらし。うまっ。今までにない感じ。おいしい。買ってよかったやろ、これ。うん、正解。珍しいな、硬そうやな、思って買って。あ、わかった？見ただけで。見ただけでわかった。アップルパイとプリンなんかドヤ顔でいい。美味しいな、これ。美味しいな、和風やわ、めっちゃ、うん、美味しい。なんかみたらしプリン。なんかほんまみたらしプリンやな。みたらしプリンや、これな。かわいい。これそれ主役や。欲しいです、ちょっとで一緒にやって。よいしょ。そう。ダダがサウナ行きたいので風呂屋に行きたいと思います。息子は風呂入れていつでも寝れそうやな。今お菓子食べてるから。お菓子歯が眠い。子供ってさ、何でも口に出すから全然美味しくないとか言うよってさ、店員さん来てる時にマジ嫌や。やめてほしい。最後も店員さんのおばちゃんにベイド貸し出すしさ、マジで嫌や。すいませんとか言って。先に車に戻ってきたんですけど、ドバンなんで結構人多いし、1時間ちょい入ったんですけど、ダダはまだ入っております。あれ、私が財布持ってるからフルーツ牛乳飲めてない。結構待った？クイクリしてんの。顔に塗るやつある。ボディーソープで乾くの。ちょ、めっちゃツルツルじゃない？塩のやつやってん。ボディーソープで乾く。ああ、感想言わんか。すごいな。フェリー。飯島ですか？夏休み良さそうやな、こあのその辺。よくない？うん、いいよ。今やから感じそうやな、早い。どうぞ。お茶は、あんちゃん。胃が護衛漬け。胃が護衛漬け。中にシソの味とか入ってる。1年前ぐらい？あれもある。なんか文句言われるんですけど、無視しましょう。じゃあ、じゃあこれだ。あ、キッチや。閉まってる？あ、準備中や。これが前も閉まってた。出んちゃう、どっか、絶対。ダン。ダンキかわからん。あ、ノンキ、ノンキ、ノンキ。ノンキです。どけ。1個あげようか。うまっ。ピノンから食べたい言ってたな。辛い？
甘辛。何これ、何味やし。絶対このパスタびっくりしたら何でも美味しい。でかっ、あんまりみたいな。ナッツのね、なんかびっくりするから美味しすぎて。衣も最強じゃなくて、食べられへんとか言って、米行くやん。うまっ。めっちゃ美味しいよ。ええやん、それ。かわいいのよ。何？私、アクセサリー。すごい、陶器もめっちゃある。かき氷液。大好きなヤマダストアに行ってきた、いろいろ購入したので紹介していきたいと思います。イエーイ、バイバイ。はい、まず1個目、まずはこのヤマダストアの激推し焼肉のタレ、めっちゃあったよな、種類が。そうだ、そう、飲み。でも無添加なのか、賞味期限10月末ぐらいやから、ヤマダストアは無添加系がいいスーパーやねんな。リンゴとか一つ取っても国産で、カッコ国産、ニンニクもカッコ国産、大きいのが欲しいとか言ってたからちょうどええんちゃう。野菜炒めとか何でも使うからな。使いたいと思います。わかった、分からへん、なんもないのこれ。ちょっと長いって。これ僕おすすめなんですけど。めっちゃ痛かったし、目の枠やってんな。これリピ一回買ってるんですけど、昆布って結構買って高いね、意外とな、うん、でもこれ北海道道南産の真昆布の端っこだけを集めてね、真ん中のとこ以外の端っこだから安いね。でも結構ちゃんと出汁出るし、なんか気にとったな、それ鍋の時の。そう、鍋の作る時な、出汁、うん、安いね。何倍やった、580円。安いな、うん、まあ1000円するようなお土産屋さんとか。昆布って高いね、意外と。ちゃんと美味しい出汁出るんでおすすめです。出汁命なんですか。出汁命やらせてもらってます。やらせてもらってます。で、これが私たち大好きな粉豆菌の、この、あの、これが大好き。これ小さい子にもめっちゃいい。これな、はい、これ息子結構味噌汁飲む。はい、私今日もいい、どうぞ。九州、ちょっと九州のもんにはちょっとひいき目に美味しいって言っちゃうんですけど、僕は。でもこれほんまに、これが三和さんの自家製ジェーカー。これは多分人気、これ人気なの、地元のママさんがとっこからやつ。フランス産の豚バラ肉になんか米麹、食塩、ハーブ、バジル、オレガノ、タイムを漬け込んでるんじゃない。変なもんで増量もせえへんから、むちゃくちゃ肉の味がするって。ええー、えんじゃん。バジル買ってくれ。バジルが入ってるから良さそう。絶対美味しいやんな。うん、絶対美味しい。すぐ食べられへんので冷凍。で、次はヤマダストアはとりあえずフルーツが、フルーツ、お魚、お肉最高そうやな。うん、桃。これもう一つ高い1200円ぐらいのやつもあってんけど、さすがに高級すぎるやん、それは。そう。で、これはでも650円ぐらいやったんかな。普通のスーパーぐらいな、うん、美味しそうやから。ヤマダ基準やって。あった、680円。680円。夏といえば桃とぶどう園。せやな、スイカもあるし今。スイカもスイカ。福岡県産の種なしぶどう、兵庫県産の釜揚げしらす377円。これも息子にな。美味しそうやな、これ。国産米ぬかから輸出したが油です。これが704円です。安いかも、お土産屋さん。はい、お願いします。国産米ぬか、なんかうちは油、米油やねんな。米油。あ、これ、これも山田母が買い物行って朝ごはんに使うのを忘れてもらいました。そのまま何でもくれるからな、うん。あとな、ハンバーグ、ハンバーグ。これこれ。これ3個でしょ、絶対美味しいの。3人で見るでしょ、ね。何？国産山田もち豚、国産牛。あ、これパン粉も入ってるわ。まあ、つなぎも入ってる、玉ねぎと。でも美味しそう、これ化学調味料不使用のハンバーグ。826円です。ちょっと高いけど、でも美味しそう。横に、それの横にこれがあってんやん、釣られて一緒にこうでもだ。300何本やった、これだ。無添加のハンバーグのタレ。こういうのはな、もう楽ちんやから。うん、あったら楽ちん楽ちん。もうこれも一緒に買うとこうので。あ、プリンもうてんやん、これ。お母さんにご飯食べれなくて。これも山田のプリンで有名なのかな、これ。美味しいよな、これ。原材料卵、牛乳、砂糖だけの、あとバニラ1個250円。え、それ買うとしたやつ。そう、でも買ってくれとってよ、お母さんが。あとなんかゼリーも買ってくれた、息子に。金魚ゼリー。金魚ゼリー、じいちゃんが選んだ。これ無添加和風キムチって書いとって。おいしい。浅い系。うん、好き。手作り感ある、めっちゃ。お、
美味しいよな。あ、めっちゃあっさりやな。うん、好き。あっさりだ。これはこれでいいかも。うん、これ美味しそうやな。美味しそうやろ。1個欲しいもん。ゆず酢飯って書いてある。この室稲荷、室屋、室屋稲荷が結構長い置いてた、いっぱい人気なんです。山田ストア別注やって、550円です。で、今日の晩ご飯、山田のトルティーヤ。もうコストコの量までも言えへん。これええ感じやんな。美味しそう。今日はもうお惣菜、お惣菜で。そう、あ、これな、堀西の横にあってんやん。極上スパイスって書いて入ってるもん。あんま変われへんねん、堀西と。あんな量いらんなと思ってさ。で、これの方が安かったよ、480円ぐらいで。試してみようと思って。お肉屋さんが作ってるスパイスらしい。464円。極上スパイス喜び。もう何回ビビってるよこれ。もう山田といえばこれやね。春よ来い、もちもちトースト。これマジでうまいから。マジでうまい、これな。これ野上とかさ、そういう系よりこれが一番好き。これなんか感動してんな、うん、美味しいな。でも山田のパンはどれも美味しくて、今日朝パン食べたやつももらってきてんな。卵。あ、そう、これお母さんが思われた。これも美味しかった。超美味しかった。ホテルブレッド。これも美味しかった。美味しかった。全然やっぱちゃうかったよな。春よ来いっていう小麦使ってんの。そうやろ。334円。安いね、多分。ひらがいって6個で300円ぐらいで、これ12個入って330。安いな。安いと思った。安いこれ、うん、10個な。あ、10個で。ひらがいやったら安いよ、うん、え、でも今卵結構値段上がってきてるからさ。お茶、そう、お茶を飲みたくて。滋賀のお茶や、これ。あんま普通のスーパーにこういうさ、有機系って売ってないな。無農薬とか売ってない。これは無農薬。うちはお茶買うだけ買って満足するタイプやから、マジでいつも入れてください。1000円、高い。これ1000円だから高い。あ、それ588円。これが1000円。いい値段する。すごい値段。お客さん用や。あと、そばちゃんも凍ってんな。これは多分何も普通に輸入って書いてある、そば。まあでも、美味しそうやな、それ。そばちゃん美味しい。香ばしいか。あとなんか、よう分かったよ。アマゾンでタラタラしてんじゃねえよ。あ、最近ハマって買いました。買いすぎ。あれ食べる？もちろんこれ。なんの？お稲荷さん。お稲荷。甘いやつ、これ食べる？食べる。よっしゃ。ごぼうサラダ。お稲荷さんはお好きじゃの？うん、そうそう、ピンポン。おいしい。うん、おいしいな、これ。おいしい。生ハム。ねえねえ、おいなみさんはお寿司。うん、食べる？食べる。うま、これ。こっちはタバスコかけたくなる。トマトいる？入れてね。あ、入れるよ。そこね、そこね、食べようか。おいしい。おいしい。トマト。黄色にする？黄色じゃない。トマトじゃないの、これ。じゃあ、グリーンにします。グリーンにします。ちゃんと洗ってきてね。了解。頭も痛い。そしては、腕は？腕も痛い。頭が痛い。頭？うん。Hehehehe